土井通自土井道立議12月22日から1952年1月23日は、日本の内務、警察官僚、政治家。幹線徳島県知事、室蘭市長、堺県堺区で土井、堺重郎の長男として生まれる。その後、北海道に移り、北海道町立札幌中学校を卒業。第二高等学校門下を経て、 1912年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1913年11月、文官高等試験に合格、内務省に入省し、宮城県属となる。以後、宮城県柴田郡長、同東田郡長、同押久郡長、茨城県理事官、高知県警察部長、熊本県警察部長、佐賀県警察部長、島根県書機官内務部長、 群馬県所機関内務部長、福井県所機関内務部長、滋賀県所機関内務部長などを歴任。1929年7月、徳島県知事に就任。徳島、小松島間の産業道路の完成、同山川分水問題の解決などに尽力。1931年12月18日、知事を休職となる。 1933年12月9日に、イガ面本館となり退官した。その後、北海道に戻り、小樽市助役を務め、1938年2月、室蘭市長に就任する。戦後、1952年1月23日に死去、満67歳没。ありがとうございます。